はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画は結構貯めてた購入品の紹介、かなり貯めてたので、まあ、長くなるかもしれないんですけど、あるから本が結構多いですね。ちょっと最近やってることがあるんですね。 PDC のこれ1枚で毛穴隠してカバーっていうのを、朝毛穴用のマスク、化粧下地のマスクなんですけど、これ一回買ったことあるんですけど、500円で5枚ぐらいなので1枚100円なんですよ。なんか毎日使うようじゃなくて、その本当に特別に盛りたい時とか、すごいメイクちゃんとしたい時とかに使うマスクなんですけど、これをねやるとね、取った時は液体塗ってる感じになるんですけど、あのちゃんとなじませるとすごい毛穴が本当に消えるマスクなので、おすすめのマスクです。まあ、だからこれ2回目ですね。あのエリクシールのルフレバランシングバブル洗顔料ですね。発光して見えないんですけど、1800円ぐらいだったんですけど、ちょっと気になってて買うか迷ったんですけど、洗顔料がなくなったことをきっかけに買ってみました。メイクも落とせる、洗顔料で、結構洗い上がりはさっぱりしてるので毛穴の汚れが取れた感じはします。こうパックする前とかに綺麗にするように買いました。使い心地はすごい好きです。でパックですね、最近ちょっとお風呂で洗い流すパックを探してて2個買ったんですけど、こちらもっちスキン吸着もちパック、もち米のパックですかね。で結構いいって書いてあったので買ってみたんですけど、塗った感じはすぐぬめっとする感じですね。洗い上がりも突っ張りはないんですけど、ちょっと何かかける感じあります。すごく気に入ったわけじゃないんですけど、まあ普通のパックです。京都宇治抹茶の抹茶で美肌っていう洗い流すフェイスパックで、抹茶のあのマスクなんですけど、これはね匂いもなんかすごい、まあ、ちょっと香料っぽい抹茶なんですけど、抹茶の味っていうか匂いとの成分が入ってるので、なんかこう塗ってて心地いい感じですね。取った後は結構さっぱりしっとりっていう感じなので、私はこっちの方が好きでした。結構透明感あるマスクです。最近本当に、ヘアケアの用品を買い漁ってて、その時にヒットしたのがこれです。ヘアレスキューのクリニックシステムっていうヘアトリートメント、ヘアサロン技術者専用って書いてあるんですけど、もう全然家でも使えるやつですね。でこれ全部3つ入ってて、全部トリートメントなんですけど、31回やるトリートメントですね。1個目塗って洗い流してから、水気を取ってから2と3を塗るっていう、まあ、ハイダメージ用のクリニックシステムなんですけど、これをね最初に使った時驚きはねとんでもなかったです。あの本当にヘアサロンみたいなサラサラの髪になります。ちゃんと乾かすともう本当にサラサラになるので、で1000円ぐらいなんですけど、使ってみてもなんか最低でも3回、まあ、最高でも5回ぐらいは使えると思うので、はい、かなりおすすめです。これ皆さんもね、ぜひアマゾン、私アマゾンで買ったんですけど、タングルツイザーっていうあのイギリスの髪ヘアブラシなんですけど、これが結構サラサラになるって聞いて買ってみたんです。コンパクト、まあ今のところお気に入りです。なんかこのやつでデザインも可愛いので、両先とかでも使いやすいかな。ツイッターとかでも結構有名になってたやつなんですけど、プルソーのハイドロミストヘアトリートメント、なんかブースターですね。トリートメントする前とかにこうスプレーしてブースターとして使う、トリートメントの力を倍増させるこうミストなんですけど、なんだろう、期待してたよりも普通でも、なんか、まあ、割とサラサラにはなります。なんか 1.2 倍ぐらいかな、力 1.20% アップぐらいにはできるぐらいかなって思います。すごいめちゃくちゃサラサラになるって期待してたらちょっと違うかもしれないです。防水なんですけど、トム・フォードのバニラファタールっていう、前からねすごい お気に入りが買いたかった防水なんですけど、これをね買いました。で私自身はもうソレイユブランっていうもう一つの白いやつの方を愛用してるんですけど、こっちはなんかサブで買ってみようって買ったんですけど、結構重めの香水っていう粉っぽい香りなので、ソレイユブランは結構軽めなんですよ。いやいや、でもトモの中でも結構重めの香りなので甘いし好きなんですけど、こう本当に軽くプッシュしないとどぎつい匂いになっちゃうので、こう軽くプッシュするようにして、でもすごいおすすめの香水、大人っぽい香水です。ユニセックスなので結構男の人もつけられるかなと思います。ディオールから出たファンデーション、ディオールスキンフォーエバーフルイドグローっていうリキッドファンデーションですね。なんか適当に色かったんですけど、 1CR っていう色で、私にしてもうちょっと違った色かもしれないんですけど、ちょっとツヤっぽくて結構カバーあるファンデーションっていう感じかな。私今つけてるんですけど、結構ディオールのやつとディオールのもう一つバックステージのファンデーションとちょっと混ぜて使ってます。
まあ、なんだろう、期待してるほどめちゃくちゃいいっていうわけ、まあ、なんか無難なファンデーション、ナチュラルメイクとかでもいいんですけど、なんかこう鼻周りとかを隠すぐらいの時とか、まあなんか濃いメイクする時とかもおすすめのファンデーション、本当に無難なやつです。いただいたやつなんですけど、タイムシークレットメイク崩れ防止ミストなんですけど、私的にはねすごい冷たくて、でかつメイクもキープできて、なんだろう、ツヤも出るフェイスミストだったので、フィックスミストかなりねお気に入りです。これカチッとそのなんだメイクがビシッと吸着してる感じっていうよりもなんか柔らかいミストなの でちゃんとあのミストの先端部分が壊れたら中に1個替えのやつが入ってるので、すごいそこのシステムはいいかなと思いました。なんか高く、めちゃくちゃ高いわけでもないし、1300円ぐらいになって、なんか夏にいい、メイク崩れ防止ミストかな。リリーブティックっていうあの韓国のかな通販サイトがあるんですけど、そちらの方ゲットしたものですね。結構あの配達にも時間かかるんですけど、あのサイトの方は下の方に貼っておくので、気になったらチェックしてみてください。これは、普通のですね、ズボンと、ジャケットのセットアップになってて、結構ね可愛かったのでおすすめ、カジュアルもいけるし、もうなんか落ち着いたところにもいけるお気に入りの、服セットアップです。はい、でこちらこれね、一回インスタグラムの方でも写真投稿したんですけど、このオフショルのトップスなんですけど、まあ、可愛いんですよ。ただ私じゃないかなっていう感じしますね。あの腕の部分が結構ボフボフになってるんですけど、モフモフ、私はなんかどちらかっていうと、そのなんだろうな、こういう系の服そんな着ないので、まあ、私には合わなかったかなっていう感じはします。ただ似合う人はいるんですよね。可愛らしいブランドなので、まあ、ちょっと私も好きなんですけど、エブリデイっていうのをたまに着る、ブランドですね。こちら、これもドレスなんですけど、こういう感じでこうワンピースになってる、で腕がフリフリのやつですね。なんかこうどっかお出かけするときにいいかなと思ったんですけど、まあなんだろう、これもこれでね、かなり可愛い目なので、ちょっと私がもうちょっとそれに対応していったときに着たいかな。うん、でまあ似合う人は本当に似合うのでね。うん、あと靴ですね。これはすごいお気に入りっていうか可愛いデザインなんですけど、リリーブティックさんから、こう後ろがね、かなりのギリシャ神話かみたいな感じのねデザインになってるんですけど、ピンヒールで、まあ私ピンヒール入って歩くことないんですけど、その、まあ、パーティーの時とかに着ていきたいなと。ちょっともうちょっと訓練必要ですね、ハイヒール履くには。まあでもドレス用のハイヒールです。次こちら、アマテラスっていう、あのレイコちゃんっていう YouTube も投稿していらっしゃる、作ってるあのブランド、パジャマのブランドなんですけど、共通の友人がいるので、あのお名前は知ってたんですけど、送っていただいて、なんか試してみてくださいって言われたんですけど、すごいね、あのなんかコンセプトもちゃんとこう着物と和と洋がこう混ざったブランドなんですけど、質がいいです。なんかしっかりしたパジャマで、あの肌触りも良くて、かつデザインもかあの和と洋がちゃんと一体化したようなデザインになってるので、本当に可愛いパジャマなんですけど、こちらで、着させていただきます。すごいおすすめなので、皆さんもなんかアマテラスで、購入してみてください。すごい思った以上に可愛かったです。はい、次やっと本の方に行きたいと思います。本っていうか、まあ、文房具もあるんですけど、最近万年筆にハマって、購入したんですけど、1個こちらパーカーと万年筆なんですけど、まあ、型は分かんないな、結構昔のやつ、中字だったかな、だから、まあ、割と太めではあるんですけど、ただ一回ちょっと万年筆これね落としちゃって、あのペン先がちょっとえらいことになって、ちょっと出にくくなっちゃったんですけど、これを使い始めてからね、万年筆にハマって、結構安いのを今使ってるんですけど、こっちプラチナムのプレッピーだっけな、なんかその400円ぐらいの万年筆なんですけど、細字の、これがすごい使いやすくて、青と黒買ったんですけど、まあ、他にもいろいろ使いやすかったなんですけど、Amazon で購入しました。みんなもちょっと、みんなペンかシャープペンかどっちかわからないんですけど、シャープペンも使ってるんですけど、私万年筆も使ってるので、基本最近はこちらで勉強してます。おすすめです。はい、で本、これがね雑誌から紹介したいと思います。私毎月雑誌を買うわけじゃないんですけど、たまになんか2ヶ月に1回ぐらい雑誌を見たいなって思う時が来るんですけど、ね、大体これ購入しますっていう雑誌、美的か、まあ、この2つですね。これプレジデントウーマンプレミアっていうその雑誌なんですけど、これなんかな、
春夏秋冬で、あの春夏秋冬の4回になっちゃったのかな。3月、6月、9月、12月に販売4回だな、してるらしいです。で、去年までは3だったんですけど、今年から4回になりました。はい。でこれが何だろう、女社長とか、まあ、投資とか、まあ、経済の話ですね。基本なんか住まいを買うとき不動産の話とか、本当にそういう話です。株とか、まあ、仕事のファッションとか、そういう感じなので、ターゲットとしては、まあ、30代40代ぐらいの女性かなって思います。仕事やっているので、まあ、私、まあ、ちょっとまだ仕事してないのでね、まあ、そういう感じじゃないんですけど、すごい面白いんですよ、読んで。で次こちらフォーブス8月号なんですけど、これはあの男性向けの経済雑誌なので、まあ、結構視点的にはもう本当時計とか載ってるんで、なんか本当に男って感じなんですけど、これの方が結構情報量が多くて、やっぱ社長とか、まあ、今最近の本当にテクノロジーとか金融システムとか、本当にそういう情報が書いてあるから、投資の仕方とかも本当に書いてあるし、まあ、社長の成り立ちとか今のどうのこうのとか、まあ、仮想通貨とかいろいろ載ってるので、まあ、経済とか、まあ、そういう観念が好きな人、まあ、読んでて本当に面白いですね。なんかこうお風呂でたまに読んでたりはします。漫画、こちら最新刊ですね。秘密の、清水玲子さんが書いてるやつも前からずっと全部揃えてきてるんですけど、の秘密の最新刊の何かな、これ8巻です。1年に1回ぐらいしか出ないので、本当に毎回楽しみにしてる漫画の一つです。でも本当にね、絵がねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。内容的にはなんか刑事ドラマっぽい感じ、すごい深い内容になってるので、ね、頭がいい人がちゃんと書いた内容みたいな感じですね、うん、ちゃんと本当に考えられてる漫画なので、まあこの720円ぐらいするんですけど、それぐらいの価値はもう全然ある漫画になってます。私のおすすめの漫画、じゃあここから軽く説明していきたいと思います。経済の本、はい、バランスシートで読み解く世界経済史、これは簿記のあの複式簿記とかの歴史とかが書いてある本ですね。あの、まあ、昔からの会計とかアカウンティングとかそっち系の歴史の本です。まだそのめちゃくちゃ読み終わってるわけじゃないので、こう突き進んでその感想は言えないんですけど、教養としてのローマ史の読み方、これね、あの教養としての世界史の読み方の本をもう読んだんですけど、それが良かったのでローマ史を変えました。もともとローマ史を教えていらっしゃる東京大学の教授で、もともとローマ史を教えていらっしゃる方なので、世界史の本よりもかなり分厚くなってて、視点がね面白くて、視点持ってちゃんとその歴史を読むこともできるんだっていう、まあ、新たな発見ができる感じの本、ローマ史も好きな人はおすすめの本です。経済で読み解く世界史、こちらはあのなんだっけな、民族で読み解く世界史とか、そうそう、それを最近出してるいらっしゃる方の宇山拓英さんっていう人が著者の本のやつです。これは文庫版にしたやつなんですけど、もともと違うのをね、結構スラスラって読めて、かなり昔の古代から結構経済の歴史がその読み解けるので、すごいこうパパパッと頭に入れるのがいい本です。読みやすいし面白いです。はい、次、最近ねフランス語を学び始めたんですけど、本当に3週間ぐらい前から、本当にビギナークラスなんですけど、それに伴ってちょっと私フランス文学で好きなのがあって、それを買ってみた、まあ、読めないけどね、買ってみたのがスタンダールの赤と黒、日本語で、では読んだことあるんですけど、まあ、フランス語にするとね、なんせすごい長いんですよ。彼氏に聞いてみたんですけど、したら彼は、まあ、このフランス語はかなり古いから今は使われていないとか、ちょっと間違ってるパターンが今だとちょっと先生だと罰にされることがあるかもしれないけど、まあ読んでもいいと思うけど、まあちょっと古いよって言われました。私は違いわからないんです、わかんないですけど、その古いって言われるとまだちょっとなんかね、わかる、レベルが高いような気がしてきて、3ページしか読んでないです。でちょっとここからフランスのやつなんですけど、フランス語を最初にやってる参考書っていうか本でした。フランス語を一つ一つ分かりやすく、これね英語やってる時もこの参考書にお世話になったんですけど、フランス語バージョンのその参考書、本当に分かりやすくて、かつこうちゃんと CD もついてるので、アウトプットその発音しながらもできるし、おすすめの、まあ、参考書のシリーズなんですけど、それのフランス語バージョンです。まだね今100ページぐらいやったんですけど、うん、もうちょっとで終わるので頑張りたいと思います。
なのでビギナーの人は結構おすすめかな。他の言語のやつもあるか分かんないんですけど、これはね、なんか大学とかで使われるフランス語の参考書なんですけど、マ・グラメールっていう、これもね、なんか文法の本ですね。で、まあなんだろう、フランス語の分かりやすくの本と合わせてこう解いてるんですけど、これもおすすめです。結構ね、分かりやすいし、ちゃんと文法の動詞一覧表もちゃんと入ってるので、結構おすすめの本でした。まだ解き終わってないですけどね、全部。今年の秋かなにフランス語検定を頑張って受けようと思ってるんですけど、3級に向けてちょっと買ってるんですけど、まだ解いてないんですけど、4級のまず買って読んで、で3級と昔のやつなんですけど、これ筆記問題用のあれですね、問題集なんですけど、まだ解いてないので何とも言えないんですけど、頑張って3級を取りたいと思います。2ヶ月ぐらいで取れるか分からないんですけど、ネイティブがいるし。はい、こんな感じかな。うん、以上です。はい、すごく長くなっちゃったんですけど、これが最近買った購入品かなと思います。はい、それではまた次の動画で会いましょう。